あの夏のルカは、ピクサーアニメーションスタジオ制作によるアメリカ合衆国のコンピューターアニメーションサマーファンタジーアドベンチャー映画。2021年6月18日にディズニープラスにて日米同時公開された。監督はエンリコ・カサローザ。ピクサーの長編映画としては、2020年公開のソウルフルワールドに次ぎ、1995年公開の トイストーリーから数えて24作目となる。北、イタリアを舞台に、海の世界に暮らすシーモンスターの少年たちが、人間の世界へと冒険する様子を描いている。また、本作は、ピクサー史上初の夏を題材とした作品である。本作の舞台は、1950年代の北イタリアの港町ポルトロッソ。そこの住民たちは海に住むシーモンスターを恐れており、 一方のシーモンスターたちも人間を恐れていた。そして、二つの世界は海面で隔てられ、決して交わることはなかった。そんなシーモンスターの少年、ルカ・パグーロは海底に沈んでいる人間のものに興味を持ち、人間の世界への好奇心を止められずにいた。そしてある夏の日、人間の世界を知る同じく、シーモンスターのアルベルト・スコルファノと出会った、彼は、 シーモンスターの起手を破り彼と共に陸に足を踏み入れる。体が乾くと人間の姿になるという性質を持つ彼らは少しでも水に濡れると元の姿になってしまうためこの秘密を人間に知られる恐怖心を抱く。ルカは人間の世界にあるベスパという乗り物に心惹かれ様々な材料を用いてそれを手作りするがそのことを母親ダニエラと 父親ロレンツォに知られてしまい、夏の間、おじと共に深海で過ごすように言われる。そこで、ルカとアルベルトは、本物のベスパを手に入れるべく、ポルトロッソへ行く。そこでは年に一度、トライアスロン形式の催し物があり、優勝者には多額の賞金が贈られるという。二人はその賞金でベスパを購入することを決意するが、毎年そのレースを連覇しているエルコレ・ビスコンティという、 不良が登場。ルカとアルベルトが彼に目をつけられていたところを、ジュリア・マルコバルドという少女に助けられる。ルカ、アルベルト、ジュリアの3人は協力して、レースで優勝することを目指す。ジュリアは、寝泊まりをする場所がないルカとアルベルトを、彼女の父親で漁師である、マッシモを手伝うことを条件に家に泊めてくれることに、する。一方、姿を消したルカを、 心配したダニエラとロレンツォは、恐る恐る、ポルトロッソへ足を踏み入れ彼を探し始める。そして、ジュリアは毎年夏の間だけポルトロッソで過ごし、普段はジェノバの学校に通っていることをルカに打ち明ける。その話を聞いたルカは、学校に興味を持ち始めるのだった。レースの練習に打ち込む三人だったが、ある時、ルカとアルベルトは、三時で喧嘩をしてしまい。 それが原因で、ジュリアに、彼らの本来のシーモンスターの姿を見られて、しまうという事態が起こる。そんな中迎えたレース当日、レースに熱中するルカたちだったが運悪く、雨が降り始め、案の定、シーモンスターの姿に戻ってしまったルカとアルベルト。しかし、偶然にも、ルカたちはレースで優勝を果たす。それを見た住民たちは、シーモンスターへの誤解を解き、打ち解け始める。 夏も終わり、ジュリアがジェノバに戻る日がやってくるが、アルベルトは、ルカのために、レースの賞金で購入したベスパを売り払いそのお金で、ジェノバ行きの切符を手に入れていた。マッシモと暮らすことになった、アルベルトや両親と別れたルカは、ジュリアと共に汽車で学校へと旅立つのであった。エンドロールでは、ルカやアルベルトのその跡が描かれている。また、エンドロール終了後には深海に住むルカのおじうごが、 視聴者に向けて愚痴をこぼすところで映画は幕を閉じる。シーモンスターの起手として、海の世界を離れてはいけない、人間に見られてはいけない、水に濡れてはいけないがある。彼らは水に濡れるとシーモンスターの姿になり、乾くと人間の姿になるという性質を持つ。2020年7月30日、ピクサーはエンリコ・カザローザが監督し、アンドレア・ウォーレンがプロデュースする。 イタリアを舞台としたオリジナル映画の制作を発表した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、エメリービルにあるピクサーの本社が閉鎖されたため、スタッフの多くは自宅で本作の制作に当たった。また、監督のエンリコ自身も、本作の舞台となっている北、イタリアで生まれ育ち、子供の頃に自分とは全く違う世界に住む少年と、夏に出会ったんだ。 その夏の思い出から、少年が大人へと成長する物語を作りたいと思ったんだと語っているように、自身の経験からインスピレーションを受けた仕上がりになっている。さらに、デッドライン .com などのメディアにあて、この映画はとても個人的な物語になります。それは、僕が育ったリビエラが舞台というだけではなく、映画のコアが友情を称えるものであるからです。 子供時代の友情は将来への道を切り開くきっかけとなるものであり、その絆こそあの夏のルカの物語のハートなのですとも語っている。イタリアで生まれ育ったエンリコが幼い頃に実際に体験した思い出が本作で数多く描かれている。例としてピクサー社内で漫画の水しぶきと呼ばれる完全なリアリティを追求しない水が描かれており、これは 過去のピクサー作品で描かれてきた水とは少し異なっている。その参考となったのが、スタジオジブリ制作の、紅の豚や、千と千尋の神隠し、崖の上のポニョなどで描かれた美しい海であり、エンリコが愛してやまないスタジオジブリと、宮崎駿である。ビジュアルにリアリティを持たせるための自然現象を担当するジョーン大使は、エンリコ監督は、 映画のビジュアルにエレガンスさを求めており、そのエレガンスさは 2D アニメーションにインスピレーションを受けていました。しかし彼はピクサーに期待されるリッチさも失いたくないと思っていたので、僕らがよく参考にしたのは宮崎駿とスタジオジブリでした。あとは日本の基本画も参考にしましたと明かしている。主人公のルカ・パグーロ役にはルームやワンダー君は太陽で知られるジェイコブ。 トレンブレーが起用された。エンリコは、不安と、礼儀正しさ、人を満足させたいと思っているうちな人物を演じることに関して彼は、達人級です。驚異的な俳優ですよと、彼の演技を絶賛している。また、ルカの親友でもう一人の主人公であるアルベルトスコルファの役には、IT、IT, it、それが見えたら、終わり。や、シャザム。 に出演したジャック・ディラン・グレイザーが起用された。さらに、二人の主人公の脇を固めるキャラクター役として、エマ・バーマン、マルコ・バリチェッリ、サベリオ・ライモンド、マー・ヤルドルフ、ジム・ガフィガンらが出演している。日本語吹き替え版においては、ルカ役に、アベ・カノンが、アルベルト役に、池田優斗が抜擢された。アベは、ディズニー映画の声優は、初となるが、 池田は2017年公開の美女と野獣のチップ役で出演した経験がある。当初は遠ニオ・モリコーネが音楽を担当する予定であったが、2020年7月6日に彼が死去したことに伴いダンローマーに変更された。日本版エンドソングには井上陽水の名曲、少年時代が起用された。この曲は本作のために徳丸修号がアレンジを加えており、 ヨルシカのボーカルを務める主位が歌唱している。最初の予告編は2021年2月25日にピクサーの公式 YouTube チャンネルで公開され、同年3月2日にはこれと同様のものが日本でも公開された。4月28日にアメリカ合衆国において2つ目の予告編が公開。さらに5月12日には監督、エンリコカサローザによる日本の観客に向けた コメント入りのプロモーション動画が日本版ポスタービジュアルと共に公開された。6月9日、本作に登場するキャラクターがメインに描かれたポスターと同時に日本版予告編も公開。2021年3月23日、ウォルトディズニーカンパニーは本作について劇場公開を断念し、同社参加の定額制動画配信サービス、 ディズニープラスでの独占公開に切り替えると発表した。日本でも同様の形態にて公開されることが同月25日にウォルトディズニージャパンから発表された。本作はピクサー制作の前作であるソウルフルワールドと同様追加料金を支払わずに視聴ができる形態となる。またディズニープラスのサービスが行われていない国と地域では 劇場公開する予定としている。これにより、ピクサーは2作品連続でディズニープラスでの公開を余儀なくされる形となった。また、ピクサーの長編映画に同社と他社の短編映画が同時上映されなかったのは2019年公開のトイストーリー4以来2年ぶりとなる。ありがとうございます。